こんにちは、高宮俊之です。久しぶりに、この YouTube に、ご紹介したい本が一冊ございます。今日はたまたま2月23日、天皇誕生日であります。天皇陛下、おめでとうございます。実は、この日、私も79歳の誕生日を迎えました。何の関係もありませんが、いろいろメールでメッセージをいただいております。ありがとうございます。で、ちょうどですね、2、3日前に岩波新書から西洋書物史への扉という私が書きまして出版した本が世に出ました。もう店頭に流れていると思いますが、どうぞご覧いただきたいと思います。で、この本は、まあ実は企画自体はかなり前から、書き申し上げると20年以上前から出ていたものであります。岩波書店でグーテンベルグの謎という本を出しました。その後の企画として出てきたのが西洋の書物誌。これの一般入門書を書いてもらえないかというリクエストでありました。ですぐ OK いたしまして、直ちに1章2章、書いたんですけれども、実は私の悪い癖でそれを忘れてどっかのファイルに入れたまんま年月が経ちました。で、その間に何冊か自分の本出してるんですが、で、思い出したように、この古い原稿を持ち出しまして、もう代替わりしている編集部の方にお送りした。そこからまた再び火がつきまして、一冊の本にしようということで。で、その後は編集者の方が積極的にですね、私のお尻を叩いてくださいましたので、なんとか、今日の出版にこぎつけたというわけであります。で、目次を見ますとですね、文字メディア、いにしえの形態、一番古い2000年近く前の文書版というのはどういう形をしていたのか、特にローマ軍が進駐していたイギリス北部のヴィンドランダあたりでたくさん出土されたもの、そのあたりから紹介しております。そして、写本以前の形態。第3章が、ブックの語源をたどるという、そういう、まあ、だんだんそのエピソードが増えていくわけですが、日本語の漢字、木という字に下傷をつけますと、本となります。それと同じように西洋でもこのブックという単語の語源、これを調べますと、樹皮ですね。木の皮の内側、それに何か尖ったもので字を書いてメッセージを残すと。これがどうも西洋におけるブックの起源と思われますが、これがどういうふうにして変化していったか。それから今度は冊子体の登場です。それまでは一枚ものだったものが冊子体となる。で、当然、羊皮紙とパピルスという、この対比も重要になります。それから少し進んで、12、3世紀からヨーロッパで見られた中世的な知的生産の技術として、ペチアシステムというのがあった。この事実を紹介しております。ペチアというのはピースなんですが、大学町の書籍省が持っている、分冊化された写本のテクスト。それを一冊ずつ借りていって、まあもちろん料金体系が決まっておりますが、それを移して戻すともう一回新しいものを借りることができる。例えば1週間で1ファシキュルですね、分冊をコピーできれば20週で20分冊。それが一冊の本になるという、そういうペチアシステムというものがありました。で、それを詳しく、例を挙げてご説明しております。それから当然、書物誌の中での問題点の一つが、音読、朗読、そして黙読というテーマがあります。で、その後、写事生の仕事場はどうであったか。ジャン・ミエロという有名な写事生の仕事の現場、この絵を分析したりしております。このあたりからはですね、次第に、あれ、どっかで読んだことがあるなと思われる内容のものが出てきます。この本書の一部はですね、もうすでに雑誌などで発表したもの
で、これに挿絵と、それから解説を加えて、よりきちっとしたものにしております。回転式書家のイコノグラフィーというタイトルをつけた章。それから古典の再発見とルネッサンスの矛盾。ポッジオ・ブラチオリーニといったような有名な写実性であり、ものを書いた人物。こういうものも紹介しております。それから、だいぶ時代が下って、中世趣味。それからヨーロッパの世紀末に登場した写本を、の偽物を作る下作者。これも紹介しております。それから、愛書教時代には、血用を補うためにファクスミリストというのが登場しております。この仕事をしたジョン・ハリスを紹介し、彼のミスも指摘しております。それから大きな本と小さな本。私が手に持つのがやっとだった非常に重たい22キロというバーノン写本、あるいはグーテンベルグの42行聖書。それから一方でですね、ミニチュアブックと呼ばれる小さな本。アーサー・ホートンというアメリカに最大のコレクターがおりました。それから今度は物言わぬ余白の力、本の紙の印刷された部分、それを守るためにあるはずの余白というのが存外力を持っているという話で、最後が第二グーテンベルグ革命という、今行われているデジタル化の問題を取り上げております。で、最後にコラムというものを一つつけまして、愛書教が語る本の歴史。これ全体的にはですね、カラーページを4ページ、グーテンベルグの聖書。これは慶応本の第1ページですね。それから私の元にあります、19世紀末に作られた非常にきらびやかな写本の偽物。それから、レリボ製本という19世紀に仲間に一部流行った製本で作られた本。それからケルムスコットプレス。こういうものも紹介し。で、最後のページでは詩編の小さな豆本ですが、刺繍されたもの。それから夕日の断片。こういうものもカラーで紹介しております。あとはですね、各チャプターの中に数ページに一度は必ずかなり重要な写本や資料の写真を入れて、全体として西洋書物誌の入門扉という名前を付けましたが、これを岩波新書の赤いラベルのシリーズで出版して、今店頭に並んでいると思いますが、どうぞ直接手に取ってご覧いただきたいと思います。どうもありがとうございました。